はい、どうも、北郎です。いつもご覧になっていただきありがとうございます。今回はね、引き続き、キャンピングカーのメリット、デメリットのお話。で、今回この車はね、ネクストライフで使ってるレンタカーの、A to Z さんのね、アレンというライトキャブコン。こちらの中からお届けいたします。それじゃあね、最後まで、ぜひご覧ください。どうぞ。このね、ライトエースのアレン、ライトキャブコンですね。これは以前ね、去年の秋に、自分と娘で北海道をね、2人で旅した時に使った車、そのままの車ですね。まあよかったらそちらもご覧になってみてください。ライトキャブコンのメリットは、まず第一に、キャブコンのスタイルなのに、値段が比較的安いという。まあこれが多分最大のメリットですね。だいたいここら辺だと、だいたいね、乗り出しで500万ぐらいからあるのかな。そう考えるとね、本当に手に届くキャブコンという感じで最初に買う人がね、結構多いですね。でやはりね、キャブコンっていうだけあって、冷蔵庫がついてたりね、ちゃんとしたシンクがついてたりっていうところはね、だいたい標準装備でついてる車が多いですね。あとね、FRP で囲まれているので、キャブコンと同じで、バンコンに比べると、断熱性が良かったりと。で、これなんか2段ベッドなので、家族4人がね、ここでくつろいで、バンクベッド2人、後ろ2人っていう感じで、寝ることなんかもね、できますので。ここら辺はね、非常にメリットかなと思います。このね、ライトキャブコンのアレンなんだけど、ライトキャブコンの中でも、シェルは比較的コンパクトに作ってて、立ってまあギリギリ立てるっていう感じですね。なんかまあそんなに圧迫感はない。で、後ろなんかね、ものすごい狭く感じるかもしれないんだけど、まあ自分がね、こう横になっても全然寝れるサイズ。自分が175弱174なんだけど、もうね、足ついてちょうど多分175ぐらいなのかな。そんなに狭くは感じないですね。2段ベッド、子供はね、大喜びだよね。で、あとまあこういう、さっき言ったのはこれ。はい、じゃあ続いてね、ライトキャブコンの走りについてお話しさせていただこうと思います。最近ね、北海道回った時の動画を見ていただいた方から走りについて質問がありました。気になっている人も非常に多いと思いますね。で、去年の秋ね、この車で娘と2人で北海道をね、数日回ったんだけど、もしまだ見てない人がいたらね、ぜひ見てみてください。で、その時にもね、お話してたと思うんだけど、走りに関してはライトキャブコンは良、くないですね。だいたいこちらが 1600cc かな、ボンボベースにしても、2000cc 以下のガソリンエンジンになりますので、ライトキャブコンは、非力です。結構非力です。高速道路と反車線走らずに、登れますかっていうコメントとかね、買う時に言われる方がいるんですけれども、と反車線は必須です。ベタ踏みで、まあ、80キロキープできるかできないか、できない車両も中にはあります。重い車両とかね、ライトキャブコン、まあ、それぐらい走りに関しては、非力な車両になります。昔のね、ライトキャブコンで中にはジーゼルはあるんだけど、今新車ではもう選べない。ライトエースにしろ、ボンゴにしろ、ガソリンエンジンしか今ないので、かなり非力だと思ってください。まあね、
もともとね、キャブコンなんてスピード出す乗り物でもないし、急ぐ旅の人には向いてない乗り物なんで、そこら辺はね、判断基準にしていいんじゃない、いいんじゃないかなと思います。ただ自分の仲間なんかでも、ライトキャブコンからライトキャブコンに乗り換えてる人なんかもいますので、満足する人はもうもちろんこれ、ね、かなり満足している乗り物になりますね。自分なんかもね、北海道も娘と回った時は、本当に確かに上り坂はね、非力だけど、まあ普通の平地を走る分にはそんなストレスもないし、居住空間もね、そんな悪くないので、全然合格だと思いますね。ただ本当にね、風にも弱かったり、キャブコンと一緒で、横風にも弱いし、あと乗り心地ね、トラックベース、ボンゴトラックだったり、これはライトエーストラックなんだけど、このトラックベースであるっていうことを考えると乗り心地は、いいものではないです、まあ、走りに関してはそんな感じですね。はい、じゃあね、ライトキャブコンのデメリットって何なのっていうお話です、まず第一に、そうね、キャブコンに比べて大体1メートルぐらい短かったりするんだよね。だから作りはなんとなく似てるんだけど、ワンスペース少ない、キャブコンだったらこの自分が今座ってる後ろにクローゼットとかマルチルームがあって、その後ろにこの2段ベッドがねつくようなレイアウトになるんですけど、大体その分が狭かったりしますね。狭いっていうことでね、収納が非常にない、少ない、収納スペースで苦労しているユーザーさんが非常に多いかなっていうイメージがありますね、ライトキャブコンは。だからこの2段ベッド、ね、片側を収納にしてしまう人もかなりいます。本当にね、こう見るとこういう収納とかあるんだけど、大きいものとかね、長旅に行くときは洋服かなり持っていくので、そういうのをね、収納する場所がないですね。自分が娘と2人で旅した時なんかも、地下を確かね、収納にしてたと思います。上を収納にしてたんだっけな、下だっけな、そんな感じで、基本的に、収納はかなり少ないですね。それが、ライトキャブコンの最大のデメリットかなと思います。はい、じゃあね、こんな感じでライトキャブコンのお話させていただいたんですけれども、ライトキャブコンね、興味ある方、このアレンとかね、興味ある方は昨年の秋ですね、娘と北海道旅した動画ありますので、そちらを見ていただくと、どんな感じで使ってるのかっていうのがさらによくわかると思います。ぜひご覧ください。今回もですね、最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もしね、気に入ったり、ちょっとでも参考になったなと思った方がいらっしゃいましたら高評価、まだねチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひ本当にね励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。